年久しぶりに久しぶりにビクってなってんってなった。そうやろ。撮った撮ってる。あ、撮ってる。まあ笑いだけじゃなくてね、今、まあ、あのちゃんと雪見に行くっていう目的があって、ああ、カラッカラやけど、うん、まだや。何バイパスやったの？これ知らん。岬じゃないか。何やろ。でも岬、岡山方面。岡山方面のバイパス。26のバイパス。26バイパス。同じこと言ってる。これ俺予報で見たら雪降ってるって言ったから雪見に行こうって言って。ほんな降ってへん。降ってへん。びちゃびちゃなだけだけど。岬の。なんか夢灯台、夢灯台って抹茶オレ飲んで、おなじみの7やから美味しいねんで、あ、砂糖多めにできる。だねだけはできんねん。で抹茶は苦い方が美味しいよ。まあいや、そのちゃんとした抹茶は苦いんやろうけど、抹茶オレ飲むやったら甘い方がいい。濃い抹茶がいい。濃いのあんなんだよ、出てけえ自販機では。そう、抹茶濃いめにできたいのにな。だあの標準から濃いっていうのはできへん。あの薄める分には全部できる、うん、でもコーヒー濃いめあるんじゃん。あるけどあれ押しても効けへん。効けることなくない？じゃあ効かへんねんって、多分。俺あそこ抹茶しか飲めへんから分からんけど、できへんはずや、うん、チョコバナナもあったんじゃん。あ、チョコバナナだからそれチェックしに行くの。で1時間かけてあそこのスイッチちゃんと濃いのになるかどうかを今からチェックしに行く。わざわざ。そんな前車全然おらへん。なあ、そらだってもう2時40分。でもドバンやけどな、クリスマスのドバンやろ。そらおらんて。岡山岬まで9キロもあんの。思ってある遠いよな。なあ、もうすぐや。もうちょい。トンネル抜けたら着いたっけ。もうちょっとか。2個目のトンネル、610m。 610m 足で走るの大変や。どこに行くの。エネルギーなんだよ。こんなもん出た。これが上田のエネルギー。言えてないな。やかめの境言えてない。ルーマーしたらだ。もうラリルーね。ラ行絶対巻くもんな。せハットリくん、ハットリ超ネクタイのガキやろ。ガキのえもうええねな。目だけワイパーや。目だけなんか当たったんかなと。だってや、俺雪降ったわ言って何回も起こしたのに。雪やで雪降るで行きたいんやろなと思って。見てないもん今年まだ。そやな、あ雪は。もう反射っていうかライトが明るすぎてるな。飛ぶやろ。夢灯台到着や。到着。トラックがいっぱいおるな、キャンプ。1、2、3台。おるちゃん。どれ？これ？うん。そうかな。そこの辺止めようか。濡れるから。うん。あそこ止めてるな。あの専用や。うん。これあれちゃう。あ、トヨタやな。あれ何やった？ヒノやったっけ？いや、トヨタちゃん。トヨタやった？多分日野って日野の2トンのやつだろ。うん、到着。夢灯台到着。抹茶オレのあのあれをちょっとしに行こう。温酸化現象始まってん。クリームとな。クリームついてんだね。うん、クリームとあれやんけ。あれしかね。無駄に回りをずりたがりか。夢灯台の自販機のこれこれ、いろんなのあるけど一番溜まってる水落ちてくる。ほらこれいた。なんなやのホット100円。120円。あ、これビッグやで。あ、100円。こういうのコーヒー残さあもんな。それってコーヒー残さにして、お
砂糖を少なくして。誰のやつ？うちの。ああ、クリームも少なめにしよう。濃いのがいい。これ濃い方？じゃあ、あ、寒いよ。35秒な、そこやばい。そこやばい。バナナないや。バナナ白取れちゃうか。あと10秒。これだけのために1時間やる。できた。それだ、だ少なくするのはできたやん。待って。みんな。うん、ええやん。砂糖多くができへん。あれ？できるやん。できるやん。これ何？それ濃い濃さ。コーヒーの濃さやけどな。抹茶が濃くなったりするんかな。あ、ぬるめとかあるやん。じゃあもう今寒いからな。なんだろ、熱々って飲まれへんやろ。あと30秒、もう怒んないよねけど。僕はやらなかった。もうこれがやばい。手が熱い。ちょっと何こう、取ってる。何言ってる。俺の美活編。ね。ピンクや。お、ええよ。色ない。休む？一緒や。一緒や。